本当に今だから言えることですよ。言いたくないんですけど自分では。では動機をお願いします。ひたチャンネル、よいしょ。ひたやまチャンネルだ。ひたやまチャンネル。よいしょ。未だにタイトルが覚えられないよね。何回か間違えてますから。そうなんだよ、口が勝手に動いちゃうの俺は。三宅さんの生配信でもひたチャンネルって言ってましたから。マジで、はい、ひたやまチャンネルで。どうする、名前変える。あ、じゃああれにしますか。何、みっくん TV に。やだよ、恥ずかしいじゃん自分で言うの。僕が言うんで。俺は常にそれ受けてるってこと。そうです。まあまあまあ、やだよ。やですか。うん。何何何何ですか。あ、 iPhone です。くれんの。いや、今日ここに来る前に買ってきたの。僕のです。なんでそこに置いてあったの。置き忘れちゃいました。すいません。ふざけてんな。それ本当か嘘か分かんないんだけど。ということで今日は初めての試みです。何、こんなことを考えてみました。 2B メンバー初コラボ。え、こんなにそんなさらっとやっていいの。ついに、うん、2B メンバーと。カメだな。もうちょっとやらせてください。いや、目の前にいるから。いやいや、影と横いるじゃん。横2本目よ今日。じゃあ。いいですか。折れた。お邪魔します。いらっしゃいません。影と横だ。横だ。こんな感じで。はじめまして。どう座るのがいいの。一人こちらで。あ、じゃあ、はい、ちょっと北山さん向こうにずれて。すいません、お邪魔します。どうぞ。お邪魔します。来てくれたんだ。ありがとうございます。そうだね、はい。ということで IMP の影山さんと、うん、横原さんです。ありがとうございます。お邪魔します。ありがとうございます。初コラボですね、ついに。初コラボですね。これがあの初になるってこと。そうですね。勝手にそういうことね。まあまあ、はい。で、三宅さんのやつは勝手に僕らが言っただけなんで、はいはい、まあ、正式な、あ、正式、ね、ちゃんと許可もらった上で、はい、ちゃんとやりますよっていうのが今日だね。今日初めて。あ、なるほど。ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。いやいや、わざわざこんな来ていただいて。いやいや、とんでもございません。ありがとうございます。本当、自分でもよく何やってるかわからないチャンネルというか。いやいやいや、もういつも拝見させていただいてます。本当、あのお団子さんとの掛け合いが僕すごいツボで。ありがとうございます。はい、最近さ、外で声かけられるようになって。らしいよね。らしいです。すごっ。変わっちゃったの、さっきの団子が。変わっちゃったんですね。なんかおしゃれとかすごい目覚めてるの。ああ。かみられる意識が。そう。すごい。普段は多分ヒゲとかセットしないだろうけど、はい、外歩くときは多分。あ、ええー。するんですね。もう芸能人じゃないですか。まあまあ。本当にね。で、そう言ったら、あ、ね、あいたたたって言ってたから、ね、外行ったらバレちゃうよって言ったら、あいたたたって言ってたから、ね、あ、じゃあ見てくれて。はい、見させていただいてます。出ます。はい、ありがたいね。何するんだろう。あの、うん、何がありましたか最近。何が最近大きなことで言うと。大きなこと。大きなこと。大きなこと。お、舞台決まったじゃん。 確かに。ありがとうございます。決まりました。自転車で行こうという。そうだよ。はい、みその座さんと南座さんでやらせていただきます。あ、やっと言えるようになったんだね。はい、言えるようになりました。ありがとうございます。ぜひ皆さんチェックよろしくお願いします。なあなあなあ。ありがとうございます。もうそうなんですけど。何、いつももったいぶんだよ。もったいぶんだけ。いつももったいぶんだよ。大きなことあったじゃないですか。大きなこと。2B のファーストスーパーライブ。あ、東京ドームでやりましたよね。トゥーヒーローズ。はい、トゥーヒーローズ。それです。うわ、はい。もうあったし。あったし、それ以上のものありました。単独ライブも今、ありがとうございます。確かに、確かに、そうだよな。そういうことで、はい、TV ライブのどうだったかっていうのをちょっとお聞きしたくて。いいですね。企画とかじゃなくて、じゃなくてこの3ショットに聞きたいと。はい。YouTube っぽいこともしていきたいので、この3ショットでフリートークというか。終わってから話してないですもんね。確かに。こういう話。そうですよね。今回フリートークだぞ。あ、フリートーク。学生じゃなくてただのフリートーク。
ライブを。あんま話すことないですもんね、これ表でなんかこういうメンバーで話すみたいなのないんで、うん、ね、確かになライブな。そうっすね。でもやっぱり久々にそのファンの方と直接会えるってのは嬉しかったですね。確かに、うん、それはもう初だったかな。初、うん、そうですね、ここ入って初だったかな。そうですね。いやでもさ、まあ、ステージもそうだけどさ、ケータリング豪華だったんだよ。豪華でした、ね、本当に豪華でした。親から入ったよね。本当真っ黒だったよね。真っ黒でした。ケータリングが真っ暗真っ黒真っ黒でしたね。黒、うん、でスイーツめっちゃあってさ。そうっすね。ケータリングも美味しかったな。僕あの気づいたことあったんですけど、その北山くんがケータリングで美味しいっていうものを一瞬でなくなるってことに気づいたんですよ。どういうこと？あの北山くんがシュークリームを美味しいって言ったんですね、はいはい、その瞬間一瞬なくなりましたね。ケータリングが、はい、僕食べようと思ってたんですけど。いちごミルクのもね。いちごミルクもそうですし、はいはいはい、増産してたな。だから2回来たな、いちごミルクな。来ましたね。来ましたね。あれどうなったか。ケータリングに置いていただいた、なんだっけ、なんだっけじゃなくて、あるじゃないですか。なんだっけ、なんだっけじゃなくてこれ、蜂蜜レモンでしょ。あ、そうそうそう、蜂蜜レモン。蜂蜜レモンをなんかさ、あのさ、なんか使ってなかった冷蔵庫になんかタッパーみたいな家から。あ、ありました、ありました。あれ作ったの、団子。え、そうなんすか。そうそうです。あ、そうなんすか。団子が蜂蜜レモン作ってくれて、疲れてるだろうからつって持ってきて一個かじって、そのまま冷蔵庫入れておいたのに。誰か食べた、あれ。いや、いや、食べてないですね。誰も1枚も減ってた記憶がないよ。しょうがないです。うん、蜂蜜レモンな。いや、作るんですね。なんか見た目から想像つかないものを作られるんですね。作りますね。あ、そう。言っていただいたら全然。言ってくれてないんですね、逆に。たくさん並んでる中で、うん、あれだけなんか実家感があったの。ありましたね。うん、僕、北山くんの YouTube で知ったんですよ、その蜂蜜レモンの存在を。え、そもそも、はい、そうです。で、北山くんのためにやっぱ作られたわけじゃないですか。だからもう手出していいものだと思ってなかったですね。あれもう全然もう手で掴んでこうやってもらって。そうっていいやつ。そんな感じでいいんですか。よかったよかった。なんかそのライブの裏側というか、そのなんか失敗談というか、なんかあったりするんですか。失敗談、今でしか話せないことというか。本当に今でしか話せないことあります。いいね、そういうのもいいね。あの北山くんジョーカーでバイク乗られてたじゃないですか、うん、はいはいはい、あれがあまりにもかっこよすぎて、いや本当に今だから言えることですよ、うん、勝手にちょっとまたいじゃいました。はい、でエンジンかけようと思ったんですけど、さすがにそれはやばいなと思って抑えられたんですけど、また勝っちゃいました、勝手に。そんなことは写真撮ったちゃんと。いや撮れなかったっすね。あ、もうそっか、はい、こっそりやってるから。こっそりやいや本当かっこよすぎて。あれ3人乗りだったからさ。あ、3人乗りなんですね。確か、だから誰か乗っけて走ればよかったと思って。確かに、マジリハの時ちょっと早く行ってさ。めっちゃ楽しそう。いや、すいません本当にちょっと、そんなことちょっと抑えられなかったですね。いや確かにあれは乗りたいよ、はい、多分他にもいると思うよ。いますかね。多分スタッフでもいると思うわ。確かに確かに、うん、誰かまたいでる人いると思うわ。あったらかよ。いや僕はもう本当にあの言いたくないんですけど、自分では。ああ、認めたくない。認めたくないか、認めてるからこそあのすっごく言いたくない失敗談があって。いいの、それ別にいいの、言っちゃって。まあ、はい、もう、あ、いいよいいよ。僕基本あの時間とかはあの守るスタイルでやらせていただいてるんですけど、うんうん、あの遅刻とかもあの基本的にはしないんですけども、うんうん、あの5年ぶりぐらいの遅刻をあの三宅健さん、北山くん、南波愛さん、もう全員が揃ってる先輩方が待ってる中で40分ぐらいの遅刻しちゃって。リハで、リハで、リハで、本番リハでですけど、はい、リハ、あ、あったな一回な、はい、大丈夫だよ、あれはもう本番いたから。本番いないがダメだから。まあそうですね。まあそうですね。あるよ、いっぱいあるから大丈夫、本番いたから。いやでもあれは本当に俺はもうもう何の言い訳も立てないです。本番いないがダメ。緩すぎますって。大丈夫。緩すぎますけど、いやあれは本当に反省ですね。もうその成功談みたいなのってあったりするんですか。成功談。
ハゲが歌ってるあそこなんだっけな、はい、フレーズがあったな。ライブ感でやってたのを聞いたな。お客さん盛り上がってたよ、盛り上がるぜみたいな、なんかあなんかフレーズなかった？ありました。それフロートの時のクルージンですね。うんうんうん、のなんかここからが楽しいから。ここから楽しいから。あ、ここからが楽しいから、うん、ありました。ここからが楽しいからって言って。ここからが楽しいからと、あと最後のサビ前のラストサビ前のところは、それは僕そのリハーサルの時にその先輩方がフロートでのありがとうみたいな歌詞に混ぜてやってるのがすごくかっこいいなと思ったんですよ。あ、そうなんだ。これこそライブだろうと思って、うんうんうん、でこれは自分たちもやんなきゃいけないな、うんうん、やんなきゃいけないというか自分やりたいと思って、うん、やらせていただきましたね。あ、それで生まれたんだ。はい、生まれました。なんかライブやるとさ、なんか楽曲変わるよね。そうですね、ありますね。なんかあったよことか変わった。いや俺結構やっちゃうんですよ、もういつもだったら、うん、そんな伸ばしてないのにもっと伸ばしたりはい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 、テイクじゃないけどなんかその最後のね自分のソロのとことかね、ちょっと息多めで歌ったり、はいはいはい、あえてなんか音程外してなんかアレンジしたりやっちゃうんですよ、楽しくなっちゃうと。いやでもそれライブだからね。そうなんですよね、うん、改めていいなと思ったけどな。はい、そうですね、うん、なんかこうしようって思って決めてなんかやる感じっていうよりかは、うんうん、ざっくりとしか決めないでなんかお客さんと一緒にやるみたいなのが多いかも、うん、はいはいはい、いいっすよねそういうのがやっぱり、うん、なんかその先輩と一緒にライブ出るってあんまりないじゃないですか。こうやって一緒にこう立つってなった時になんか、まあ、リハの段階から先輩方の曲、まあ、聞くわけじゃないですか、はいはいはい、で元々かっこいいと思ってましたけどもうずっと聴いてるともうどんどん好きになってるんですよ。そうなんよ。この曲めっちゃいいわって、まあ、なんかずっと裏でみんなで言ってましたもん、うん、へえ。みんなそれぞれそうだよね。それぞれなんか、うん、いい感じのあこれもいいな。いやそうですね、ありましたね、ありました。僕めちゃめちゃマニアックなんですけど一つめっちゃもうほんとめちゃめちゃ好きなところがありまして、うん、北山くんのジョーカーも、うん、始まりました、うんうん、ってなってで、最初ポップコーンを食べて登場されるじゃないですか、うんうん、で次バイク乗って出てくるじゃないですか、うん、その出てきた瞬間のポップコーンがまだ口の中に残ってるのを食べながら出てくるのがめっちゃかっこよくてマニアックだ。そうなんだ。あれめっちゃ好きなんですよ。だから一部の人はガム食ってるみたいな感じの雰囲気だけど、 あれはただポップコーンが歯に詰まってるからいやそのバイクとかそのサングラスが衣装も相まってうわかっみたいなワイルドな感じが、うん、ありましたね。ポップコーンかじってたね、あれ口の中ずっとポップコーンある状態だから、ね、だからもう全部の曲ポップコーン食べててほしかったですなんでガム噛みながら歌ってるみたいな俺はだから出る前さ、はいはい、パンダで出てたんだけどさ、あの時俺あのベンチ見てるから聞いてるからそうなんすか。そうそうそうあそうだったんすね。知ってる。あだから B ステージ横来るでしょ、はいはい、3人で踊るじゃん。あ、はいはいはい、シェイクミアップだ。シェイクミアップだ、はいはい、だから一番俺から近かったのは横だそうだったんすか。で横のかを下からずっと見てるっていう。俺ずっと横見てた。えあ横あの辺に座られてたんすね。横ファンサしてたよいやしますよ。恥ずかしいしね、そういうの見られるの。うわ気づかなかった。そうそう、実はそこに、そうなんですね。そこからなんか普通に客席のとこテカッと歩いてって、うん、そうなんですね。で最後のなんかロッキーパーティー見て、はい、うわーありがとうございますって感じやらせていただいてました。このライブであの、まあ、社長いました。裏側に、はい、いたよ。いましたいましたいましたね。なんか声かけられたとかあります？この当日なのか前日でもいい。目が合ってないよねそんなに、ね、あんまり。滝沢さんとは期間中あまりお会いできてないかったですね。俺も会見前ぐらいだ。あ、ちょっとあったん、うん、なんか頑張ってこいみたいなことは。あ、でも結構あれじゃない、言われたりとかしてないの？担いでじゃないけど連絡最後、うん、あれ最あ始まる前か、始まる前に連絡、ね、その連絡、その僕らの IMP のグループの特にとこポンって入ってきて連絡がバッて来て、 LINE に入ってきたんですか？ LINE で入ってきて、その進化系の君たち7人を見せてあげてくださいっていうふうには
言っていただきましたね。進化系、進化系、進化したってこと、進化した姿をあのファンの方に見せてあげてねっていうの言っていただきましたね。なるほど、うん、俺には全く何もなかったいやもう北山君は自由にやってくれみたいな感じで尺取れたんでみたいな、尺計算できてないでしょ。もうちょいですよ。もうちょいですよ。適当だな。あのまあ結構喋ってちゃうよね。30分ぐらい喋ってちゃうよね、はい、じゃあ IMP さんの方にもお渡しできたら最高かなと。何がお渡し、この素材を、素材を、おお、全然それをね、いいんですか。だから IMP 側もこの素材を使って、で北山さんも向こうに出てるコラボ、おお、え、いや、そんなありがたい話じゃないですか。そんな、確かにですね。っていうのでちょっともうちょっとだけ、もうその分もうちょっと聞いてほしいと、はい、第一印象ってどんな感じですか。第二印象、第二印象、はい、初めて聞きましたその言葉。第二印象適当すぎるな。出会った、出会って、あ、こう付き合ってみて、あ、こういう人だったんだっていう第二印象だ。第二印象っていうんですかそれ。第二、え、何それね。第二印象、例えばです。第二印象、じゃあ北山さんの第一印象って、あ、でも第一印象は僕も